ジアツアーは11月 1.2 日の上海公演からスタート。浜崎あゆみの自身16年ぶりとなるアジアツアー、あゆみ浜崎アジアツアー 2024A、IAMIU が11月1日よりスタートする。現在発表されている公演は、11月 1.2 日の上海公演、11月9日の成都公演の3公演だが、いずれもチケットの販売時間が解禁されたタイミングでの SNS であるウェーブはヤレットにて配りし、のとリップ .com では動物園や紅葉スポットなどを上回り、最も行きたい人気のイベントとしてランクインした。チケット販売が告知された時点で、上海公演の購入待機者数は10万人を超えており、販売開始から1分でチケットが即完した。当初、11月2日公演だけが告知されていたが、この反響を受けて、急遽1日に追加公演を発表。それも同じく1分で即完となった。そして10月28日午後、チケット発売開始となった成都公演も4万人以上が待機しており、こちらも数分で即完売となった。上海、成都市内の街頭ビジョンや地下鉄構内では、今回のツアーの広告が大々的に展開されており、中にはのファンが有志を集い、広告を出しているものも多数。まさに、アジアの歌姫として圧倒的人気を誇る浜崎の訪中に大きな期待が集まっている。デビューから26年にとどまることなくのファンからも愛され続けてきた浜崎あゆみ。彼女自身にとっても、ファンにとっても今回のアジアツアーは念願であり、待望されていたもの。どんな時もライブにこだわり続けてきた浜崎が作り上げる再会のステージは一体どんなものとなるのか。注目だ。なお、浜崎あゆみは12月 30.31 日に毎年恒例となるカウントダウンライブ、あゆみ浜崎カウントダウンライブ2024から2025AIMIU を東京国立代々木第一体育館で開催する。浜崎あゆみオフィシャルサイトハットプス、abex.jp/ あゆ/